皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、キコちゃんです。ベイ、さあ来ましたね。多分ここがかなりの難関だと思うんですけど、毘沙門天です。毘沙門天、タイより毘沙門天の初日の方が多分難しくて、まあキャラクターも少ないんでね、ギブレットだったりとかも使えるんですけど、茨城あれか、ギブレット使えるんですけど、もう全部重心化しちゃってるんで正直使えないですよ。ギガマも使えるんですけど、まあ当時で言ったらこの子ね、ユグドラシルだったりとかは使えるんで、まあちょっと使っていこうかなと思います。ちょっと情報修正されちゃってるんであれですけど、まあやってみよう。どんなもんなんだろうね。なんじゃらほい。今日の髪型なかなか服でしょこれ。どんな感じだっけな、動き方はちょっとわかんない。あ、いきなりすげえな。そしたらまず ゾンビさん倒したいね。あ、え、よくないこれ。トライパルス強いのか。あ、シンプルでいいじゃん。あ、強い強い強い。あれ強いな。まあ、ちょっと情報修正ね、さっきも言ったけどされてるんで、そのトライパルスがちょっと強すぎる、強すぎるワラ単語なんだけどまあそれはまあ気にせずいこうか。気にしなくていいのか分かんないけど、横から上がっていきます。みんなを上げてって、で最終的に倒せば OK になる。 OK。 ファースト、じゃあセカンドから触って、サード触ってって感じかな。倒したでしょ。 OKOKOK。 いい感じいい感じ。でここ結構ダメージ食らっちゃうんだよ。3匹残しても多分3万ぐらいかな。これあ、2万ぐらいか。なんだ、美味しいじゃん。ちゃんと回復しても、OKOKOK。 ここもちゃんと回復しながら降りていこう。どうだ、これでどうだい。よいしょ、パーフェクト。いや、いいぞいいぞ。サードでフォースだろ。なるほどね。まあなんとかなるし、これ、まあまあいいっしょ、一体残しても。でファーストだから縦感だな。まあまあ強いでしょ全然。セカンドね、横からどうしていく。素晴らしい。あ、素晴らしい。あ、強いで上剣持ってっから、まあ、ここで引っ張ってあげると最強。う、すげえ最強じゃないですかこれ。あ、やべえ、危ねえ。うわ、最悪なことしたな。復活かかっちゃうんだよなここで。そしたらといってもまあこれでいいか。かっこついたな。いや、強い全然強い。次ファーストだろ。ファーストは左下発射で、大丈夫。これでいけるっしょ。よし、倒した。でブルブルして逃げると OK。ただ速すぎると SS がたまんねえんだよな、ベゴトに。右上か、次は。なるほどね。そしたらまあまあこれしかないな。まあこれしょうがない。でサードはちょっと微妙な位置にいるな、これ。どうしよう。ギリギリ触っていくか。こんな感じで。うわー、1人足らなかったけど、まあ結構削れたな。フォース、いててててて。左下どうにかしないとあれ。回復力を高めていく。OKOK、全然 OK。で、プヨリンを倒すと。OK、全然 OK。これでいきましょう。いいダメージ。で、セカンドがいい回復できると思うんだ。全然いい回復できる。削っていこう。マッチは痛いな。まあでもまだ大丈夫か。で、サード。サードは結構さ、強い。やっぱ強いわ。まだ大丈夫。倒せるでしょ。
オッケーオッケーオッケー、ギリギリ倒したね。いや、いいんじゃない、いい下り方したんじゃないですか、ここは。で、次ファースト下か。プヨリンがいっぱいんだよな、ここな。まあ全員触れるのでかいな。全員とか2人触れるのでかいな。で、ここむずいね。抜けてってやるのむずいんだよな。角度がきつい。このぐらいか。うわー、左上行かなかったか。それは厳しい。うん、まあちょっと厳いよな、そこは。それはフォースがあって、そう、横貫してさ、いけ、あー倒しちゃった。強すぎる。ちょっと待って、強い強い強い。1本ここで使うのぶっちゃけあれだよな。あ、そっかそっかそっか、そうだ、これは全然あるわ。うん、オッケーオッケー、それはかなりオッケー。そうだ、危ねえ、1本使わそうだったわ。2ターンだからオッケーオッケー、全然オッケー。回復して、うん、ちゃんと回復して、で次のターンで右上取って、全員 SS 溜まってる状態でのスタートはでかい。うん、いやこれね、降臨初日超難しかったイメージあるよ。俺出勤、まあ普通に仕事してたんで、出勤するときにバスの中でやってたもん。駅から遠いさとこで働いてて、いやー懐かしいなこれ。フォース、なるほどな。こうか。ヤプよりが、よし、ギリ取れたか。あぶねえ、むず。これ上引っ張って、いや弱点にしよう、悪いけどこれでよくしたんだ。うん、いい削り。セカンドの位置は悪い。あ、ちょっとずれちゃったか。下行くな、よし、それはありがたい。で上倒そう、左上倒して、ちょっと場所悪いけどまあ許してくれっていう感じで、こうだな。フォース横間だな。で上がっていこう、回復したい。うんうん、いいダメージ、いいダメージといい回復。てじゃん、また横間だな。いいんじゃない、全然いいんじゃないですか。強い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 、オッケーオッケーオッケー、意外といける。で、次左下にいいんだよな。でセカンドだから、あ、まあなんか、あ、良さそうだな。いやでもこれ、あー左でいけねえか、むずいな。サードはなんとか倒せそう。こいつ行ってるから先にこう倒すのがまずい。いいダメージ。フォースがいるから当てて下に抜けていく感じ。 OKOKOK、 それは OK、うん、え、倒せないの左上、え、なんでワンパンできないの、岸田が。そっか、ワンパンライン超えてねえんだ、それは酸っぱいぞ。待ってた、多少、うん、しょうがなくだ。ファースト、セカンド、回復よりもここは特攻だな。オッケーオッケーオッケー、うん、大丈夫。じゃあここ回復しよう、がっつり。うん、ここがっつり回復して、で移動だと。あー、はい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 。あー、入れ番か、それは甘酸っぱいな。時間的に危ねえからこれ1本使っとくか、使おう。うん、使っといても損はない。損はある、まあいいやまあいいや。で、ラストか。意外と強いんだなこの神か全然強いイメージなかったけど意外と強いんだな。
オッケー、サード、まあ、とりあえず倒していこう。あ、オッケーオッケー、すごいやりやすい。オッケー、で、ストライクショット、これが強いかな。いや、これいけるかも、全然。初日パーティー。あれ、結構楽まであるよ、なんなら。そんな考えなくてもね。うん、いけるいける。で、ファーストだ。痛えな、何すんの。オッケー、いけるいけるいける。全然いける。全然いける。で、セカンド。ストショット。決まったんじゃない?よっしゃあ、意外とね、難しいんだけど、で難しかったんですよ、昔。やり方さえ分かれば結構楽だな、2周目は。1周目が結構きつかったイメージあるな。うん。じゃあ、そんなわけで、次は、火、水、木なんで、マリステンか。次はマリちゃんか。なるほどな。まあ、ちゃんとやっていけたらなと思います。いや、皆さんもぜひね、このチャレンジやってみてください。はい、そんなわけで、以上、キコちゃんでした。バイ。笑って